疲れ様です。こんばんは。なんか違和感あると思ったらアイラインが薄かったアイラインが薄かったから濃くしました。アイライン、この目のラインが薄かったから。お疲れ様です。お疲れ様です。楽しかった。もう楽しかった公演、花だれ公演ありがとうございました。もうルンルンだった。めっちゃルンルンだった。楽しかった。なんかもう画面越しで目が合った方もいるのではないでしょうか。配信を見てくださってた方は、配信、ちょっと待って線が濃すぎる、あの配信を見てくださった方は配信で目があったし、現地にいた方はみんな目があったと思う。楽しかった、ありがとう。めっちゃ売れピーポーでした。もう元気だった、嬉しすぎて。私のこと好きだ。なんか前髪短く見、もうちょっとこう潰したい。お疲れ様です。こんばんは。いや今日土曜日か、今日は土曜日なのか、なんか土曜日か今日土曜日なのか、土曜日か今日。お疲れ様です。ちょっとギフトも、草刈さん、クラゲありがとう、ロコポコアイチューありがとう、まい東京1068さん、ストロベリーのアイチューありがとう、チョコミントもありがとう、まい、ありがとうございます。ロコポコアイチューありがとう、佐賀くんアイチューありがとう。こんばんは皆さん、お疲れ様です。ザーキーアイチュー3種類ありがとう、まーい、梅アイチューありがとう。んもうさ暑すぎてさクーラーつけとるんだけど、なんかもう聞いたんか聞いてないかわかんないですよ。前18度で冷房18度、あの風速2にしてるんですよ。だからボーって結構鳴ってるんだけど、なんか聞いたんか聞いてないかわからん。18度って涼しい、あったかい、私もわかんなくて、なんか何度が暑いとか、なんかもうこの部屋聞いてないんだけど、めっちゃクーラー聞いとるのに私のところに当たってこんけん嫌だった。さあくんハートありがとう。もうね折れちゃったの爪が、だからねまた伸ばさなきゃいけない。辛すぎない、こんなに綺麗なのに。この指だけ折れちゃった、こっちの指も、この一本指じゃない、人差し指だけ折れた。サージカルくんだるまありがとう。スーさんハートありがとう。こんばんは、お疲れ、お疲れ様です。皆さんこんばんは、こんばんは、え、こんばんはこんばんは。弱冷房で扇風機とがするといいよ。マジ？あ、冷房とクーラー、え、ねうちの家さあるんですよ、奇跡的に、奇跡的にあるんだよ扇風機があるからね。なんか何度が寒いとかあったかいとか分かんなくて、一年奇跡的にクーラーがあるので、
クーラーと扇風機両方あるので使おうと思います。リップ塗り直し中。最近はね、ここのね、ここに、ここ、ここにチークを塗るのにハマってるの。ここ、ここにね、ピンク色のチークを塗ってプルプルにするのにハマってるから。帰ってる途中にコンビニに寄ったらカップルまみれ、家族まみれ、世の中何があったんか思ってる。お祭りでしたよ。もういいな、お祭り。夏祭り行く相手もいない。夏祭りしたいんだけど、一緒に夏祭りしない？誰か私と一緒に夏祭り行ってよ。ゆうとくんハートありがとう。ハッシーハートありがとう、嬉しい。18度低い、マジ？え、なんか全然わかんなかった。全然寒くないんよ、しかも当たらんけん。なんかもう全然関係ないところあるよ。受験か。フラペチーノしきしきビームありがとう、バッキン。スーさんしきしきビームありがとう、バッキン。ファルコン愛知ありがとう、うまっ。3種類ありがとう。ギリギリみやちゃん愛知ありがとう、ありがとう。タッチバニラ愛知ありがとう。いいの？サヤン推しなのにありがとう、嬉しい。ムービング愛知ありがとう。すぐちゃんあげる。こんばんは。ちょっとコメント読もう。 I don't know さん、ストロベリーアイス、Thank you、ヤミー。大阪は来週天神でカップルまみれ、マジ？え、あのさ、大阪のさボートレース出まーす。嬉しい、久々のフェスっていうかフェスって感じ、嬉しい。夏大好きなので、ぜひ皆さん来てください。パーセイリーとソラハさんとイケちゃんとマヒさんと私と葵さんだっけ、違う気がする、ごめんなさい、ちょっとあんま覚えてない。タッチ愛ちゃんありがとう、うん、うまい。公演とても楽しかった。え、こんばんは。お祭り、そう、お祭りいいなって感じ。お祭り、え、ちょっとお話し会再販中しかも今回の広島で最後だからね、この今のやつは。あの、うつみぜひお祭り、今年夏祭り行かんだから私と一緒に私一緒に夏感じようぜ。かくれんぼしたい、え、かくれんぼしようよ。今日ありがとう。え、こちらこそ楽しかった。いっぱい構ってくれてありがとう。よく、たっくん、しきしきがいいけど、バッキュン。しかも、バッキュンをするために、なんか、ドッキュンの、なんかその、ドッキュンだよって言われたことが忘れない。この前も言った。よくないけど、温度設定を室内温度と思ってるよね。ん？いや、私は思ってないよ、そんなこと。おすじくん、ありがとう。こちらこそ、ありがとう。合唱。ありがとう。ズッキュンでも、ドッキュンでも変わりやせんなんですよ。今日ね、スタッフさんにね褒められたんですよ。リネタン日に日に可愛くなってるって。やばくない？嬉しい、さんなんかスタッフさんに、カメラマンさんと音響さんにリネタンって言われて、リネタン日に日に可愛くなってるよねって言われて、みたいな、笑ってあげる。そしてなんか女の
スタッフさんとかもなんかリネちゃん最近可愛くなったって、可愛くなったよねって言ってきてるし、めっちゃ嬉しいざます、ありがとうざますっていう感じ、本当に嬉しい。こんばんは、林さん越しにチラ見しあってうちで楽しかった。え、ドキドキでしたね。マットくん愛中ありがとう、うまーい、ありがとう。ハートもマットくんありがとう。ディディニャンコさん愛中ありがとう。はい、いませんでしょ。だから今年の夏は私と過ごしましょうってことで、夏祭り今受付中で広島のリアルお話会なので、ぜひうつみと一緒に夏を過ごしましょうということで、あのお願いします、ぜひリアルお話会申し込んでください。今回の縁日が最後なんですよ。うん、夏私と過ごしましょう。だって私も夏一緒に過ごす人がいないから誘ってんだよ、友達に誘ってるますから、そういう誘いじゃなくてえ一緒に思い作ろうって意味の誘うですから。しゅんくん愛ちゃんありがとう、一口あげる。愛子ちゃん、イケちゃん、パセリ、アイコちゃん、ソラハさん、マヒナさん、ウツミです。ボートレースのズルくん、クマちゃんのなんかスペシャルなやつありがとう、嬉しい。私今年の夏したいことあるんですよ、稲川淳二さんの怪談ナイトみたいな。ゆえちくん愛知ありがとう、ひろくまくん愛知ありがとう。もっとくん愛知たくさんありがとう、嬉しいよ。ダンスかっこよかった、え嬉しい。こうじくん愛知ありがとう、山猫坊主も愛知ありがとう。ちょっとコメント読もう。こんばんは、そう稲川淳二さんの怪談ナイトをずっと見たいって言ってて、毎年広島公演申し込むの忘れる、面白いってか合わないんですよ日にちが。だから今年こそは絶対という気持ちを込めて本当にお祈りする。でも9月とかよね、夏休み大学院の入試があるからな。うん、頑張って入試、人生かけてるんでしょ、頑張りなさいこんばんは、ひどい、ひどい、うつみこんばんは。うつみってコメントで言われたのは久々かもしれない。なんかうつみって言われたらドキッてしちゃうんですよね、なんでだろう。振り子を超える男愛中ありがとう、まあ、こんばんは、かわいい、嬉しい、ざます。みんなに思われると可愛くなるらしい、本当に。いやーでも幸せだないっぱい言われて可愛いってってことは言わないといけないでしょう。もう100個ぐらい可愛いって言って送ってください。可愛い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 ってしたらまた頑張れます。可愛くなれちゃうんだよ。でもメンバーからはもうりえちゃんメイク薄くしてってヨマちゃんにこの前言われた、もうりえちゃん
ちょっとメイク地雷じゃなくて清楚系になろうよって清楚系にしないって言われちゃった。私から可愛い、嬉しい、サマス優しい、泣きなう嘘泣き、嬉しくて嘘泣きしちゃった嘘泣き、みんな嘘泣きしたことある？私はないの、嘘泣き。嘘泣き、最近、かわいそう、嬉しい、これも、嬉しい。でも可愛いの基準は人それぞれですか？可愛いの基準は人それぞれですからね。そうですよ、可愛いの基準は人それぞれなので。こんばんは。なんかお見送りで叫びすぎて頭が痛いのか、それともただ単にあのツインテールをしてるから痛いのか。私の頭皮ベンツです、今。私の彼女の頭皮が、頭がベンツナウに使って、彼女の頭がベンツいて、彼女の頭をベンツなのに使ってください。私結構前からこのベンツのやってる。なんでチャートで最後なん？あの移籍するんですよ、マイカーに移籍するんですよ。メルセデスベンツ、そう、メルセデスベンツ移籍するんですよ。多分知ってる人と知らない人がいる。結構前に発表されたけどそう、ピンマイカーじゃない、マイカーに移籍するんですよ私。チャートにクビになったとかじゃなくて、だからこれからずっとマイカーの女になるのでこれからね、最後のチャートで見に来てほしいです。お願いします。可愛いを届ける、やだい。でも正直問題、あのチャートで、可愛いを届けてるし、マイカーでも可愛いを届けるつもりなので、これからもいっぱいあのぶりつくつもりで、もう最後のチャートになんですよ。うちだってよく考えてみてください、研究生の頃からリトルチャーミング、研究生の頃からチャートリだよって考えると結構泣けるよね。ずっとチャートリだったのに急になんかマイカー、楽しみです。マイカーもなんかすごい実感が湧いてきた。私もっと出れるんかと思ってた、そのチャートリあるかと思ってたから、なんかこの早いなって思って、結構最後のチャートリかって感じ。こんばんは。ケビン、ケストロベリーアイス、Thank you。 やめ、アイスクリーム。こんばんは。そう、マイカーの女になっちゃうの、マイカーになっちゃう。タッチアイチューのカップのたくさんモリモリアイチュー、ハイボールかわいい、ありがとう、ありがとう。なんかスーさんハート、アイチャートリー、ゆいちくんハート、ありがとう。なんかチャートリーのつるくん、わし守って、ありがとう、嬉しいよ。なんかねチャートリー、チャートリー、りねちゃん推しさんはずっとチャートリーにいたんで、
だからマイカは初めての方が多いと思うんで、私がマイカを連れて行きますわ。君って君って最高かよって曲あるじゃないですか。私あれ聞くたびにもうあやぱん思い出すし、なんか急なんですけど今日の花だれのポニーテールを裏で聞いた時になんかあやぱんって言っちゃった。あやぱんで近くにいたなっちゃんに、あーダメだこの曲聴いたらあやぱん思い出すわ、あやぱん痛いって言っちゃった。マイカー公演見たことない、え、そうだよ、だから連れて行くよ、私が言ってたね。でも見たことあるって言ったらちょっとピキってたからね、なんで知ってんのみたいな、私マイカーいないのに。おお、すごっ。うん、そう、マジ花だれでも思い出したし、でもって聞いたらマイカー思い出す。いや、あやぱんのことを思い続けているのは私だけかもしれない。かわいい、結婚しよう。いいよ。日の光、チョコミントナイチありがとう。チョコミントカラーですよ、服。特にチョコミントナイチありがとう。カエルかカエルか、ごめんなさい。ごめんなさい、カエルかだったね。嫌いにならないでね。レンちゃんおもろすぎるから世界に知られてほしい。え、私も世界に知られてます、ワールドな女なんで。 Hello everyone, my name is Lina Utsumi. How are you? I'm fine, thank you so so much. よろしくお願いします。結構私グローバルアイドルなんで知られてます。でももっと知ってほしいですね。私おもろい、なんかおもろいって言われるけど、私おもろいってあのめっちゃ嬉しいんですよね。可愛いって言われるのは大好きなんだけど、面白いっていう褒め言葉が一番嬉しい。結構ネタで生きてるからおもろいこと大好きなんだよね。でもおもろいってくれる人の方がおもろいから。はぜっち愛ちゃんありがとう。にょっきんみるんさん可愛い、え、嬉しい。はぜっち愛ちゃんありがとう。ゆういちくん愛中サージクルハートありがとう。チャートリの新公演もう少しやってほしかった。確かに確かにそうだな、チャ新公演やってもよかったな。やってもよかったな、私が決める 権利はないんで。メンタン今日もありがとう、え、ありがとう、ハート楽しかった、ハートありがとう、ゆりちゃん、ゆりちゃん。でも配信とかもあるからね、平日だから難しいって方は。藤井聡太の聡太さん、藤井聡太さんのモノマネできるんですよ。え、覚えてくれてるの嬉しいんだけど、私がさやってるの嬉しい。やってあげようか。やってあげようか、モノマネうまいよ、嬉しい、なんかおもろいって思ってるって。ごめん、えぇ、ー、あー嬉しすぎて。めっちゃ嬉しいよ、うん、可愛くておもろいって喜ぶ、何その気が。もう見えそうだった、口角上がるよ。こんばんは、ミネタのマイカー公演見れるの楽しみにしてる。え、私も楽しみにしてますよ。ファルコン、はい、グローバル、バレエ教リネちゃんに思って自信あるわ。そう、 X 見てたら本当にもうマジね思ってるよね、私と負けないぐらいね。でも幸せだと思うよ本当に、それだけさずっと推しメンのこと考えてくれる人がいて、めちゃくちゃなんかすごい好きってストレートに伝えてもらうの私は嬉しいから、まあやっぱもう嬉しいと思うよ。私も好きって言われたいな。私も好きって言われたいな。クルーズ申し込んだ、結婚目的
しい。じゃあ聖なる夜を過ごしましょう一緒に。マジ楽しみ。クルーズ、そうクルーズめっちゃ嬉しいんです。クルーズやりたくてめっちゃ嬉しい。ジーツハート3つもありがとう。いろんなハートした、嬉しくて。マイカ一番見てる。おい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 、それはパセリのことかな。なんかもう本当にダメだよ、私だけ見てけ。12秒外されちゃう。いや12秒、まだ秘密です、まだ言えないけど。でも私12秒外したくないって言ったんですよ。12秒はほんまに好きな曲でやりたいんですとは言っといた。で今全部知ってんのはソラハさんだけだからね。だから入ってるか入ってないか分からんけど、なんか外してもいい曲と、この曲は残したいみたいな曲ありますかってなった時に、なんかあんまみんな、あんま言わん方がいいか、こういうことはやめときます。でも私は12秒やりたいです。なんかあんまこだわりはないし、皆さんも任せますけど、12秒はやりたいですって言っといた。だから私の意見が通ってたらあるかも。みんな結構同じ曲やってるじゃん。私はチャートリだったけど、マイカーの皆さんはずっとやってる曲もあるしみたいな。そうそう、でも私はちょっと12秒大好きでますからって言っときました。博多オタの Y 最高歌謡が STU の公演で聴けるなら行ってみようかなと思ってる。なんかスタジオっていうユニットの公演でやってて、で私の好きな女の子が最高歌謡やってました。そう、マイカチャートで見たことある。あら最高歌謡最高歌謡。マイカの T シャツなぜか持ってる。なんでなんだろう、もらった、わざわざ買うことはないよね自分で。いつも見てもレンタン可愛い。嬉しい、ありがとうございます。もうすぐ、そうもうすぐアヤパンに会えるんですよ。25、あ言わない、ごめんなさい、何もない。何もないですよ、アヤパンに会えるからめっちゃ嬉しいの。2日間会える。ロコポコプレゼントありがとう、嬉しい。さっき合ってるね、なんかめっちゃすごかった。流星くん、愛知ありがとう、特地あげる。流星くんハートありがとう。今日のめくり愛知で聞かれてびっくりしました。マジ演者かと思った。マジ演者かと思ったよ。だから演者って聞いた、気になったからね。ありがとう、わざわざ配信来てくれて嬉しい。ハートもあいつもありがとう。またちょっと話しましょう、話せるときに。嬉しいです、ありがとう。姉たんの意見採用されますように。そう、なんかマジで12秒やりたいなとお願いよって言っときました。だから採用されたらいいなって思ってる。みんなもお祈りしてください。12秒お願いします。りゆちゃん、チョコミントナイチありがとう。はい、アイス食いたいな。ゲフト煽るようなコメントしてた。いや普通に私マジアイス食べたいと思ってたから、普通に今アイス食べたいって。ごめんなさい、何もないですよ、うん、これ決してギフト煽ってるわけじゃないからね。マジでずっとあの公演中、公演終わった後に愛子ちゃんと話しちゃって、なんかもうアイス作りたいって話した。サーティワン何が好き、みんな。私サーティワンはあのマスクメロンっていう味が一番好きです。理由は美味しいしもちもちしてるから。さ、なんかサーティワンってとろけるってじゃない、あのマスクメロンが一番うめえ。マスクメロン、ベリーベリーストロベリー、マスクメロン、ベルベルストロベリーが好きです。私 My favorite food、 My favorite ice cream 31 バスキンロビンスの好きなフレーバーは My favorite flavor マスクメロン。
They're very strawberry. Yummy.姉ちゃん好きだよ。ガチ恋ではないけど。あ、嬉しすぎて100年生きれるわ。こんばんは。姉ちゃんのフラストレーションを見てました。マジ？私やったっけ？フラストレーションやったの？やってないっけ？あ、これからやるかもしれないってことですよ。楽しみにしててね。俺にはレーターンしか見えない。レーターンしか見えない目、レーターンしか見えない頭みたいなやつ。こんばんは。船酔いでゲロしないように要注意。ゲロしないよ絶対に。嬉しすぎてテンション上がってるからね。テンション上がってるから。さーて STI ストロベリーのアイツ Thank you ヤミー。止め。クルーズ申し込んだよ。結婚向けてきねえ楽しで。え、嬉しい。結婚に近づいたね。じゃあ愛媛のカープ男子アイツ Thank you。 食事あげる。こいこんにちは V フォントアイツ。Thank you。 レッタンのすべてが好きっちゃけど、え、好きって言ってほしいって言ってからいっぱい言ってくれてるのかな。コメント欄が好きで溢れてる。レータンなら兼任できると思うけどな。いや、なんか兼任ちょっといろいろありましたね。マネージャーさんと話し合いました。もうめっちゃ話し合ったの電話で。あすいません、あの電話今可能でしょうか。あ、コールコールコール、もう50回ぐらい電話して。リーチのモノマネ、リーチはできない。あら、ありがとう、嬉しい。V フォント愛中、Thank you。間違いよ。ゲバ吐くモノマネうまい。あ、確かに私結構自信あるよ。うまいよ。私結構うまいから、今度やってあげようか。配信ではさすがにできないの、恥ずかしくて。一対一ならやってあげるよ。ハルルンバラありがとう。そう、ゲームのやつね。こんばんは。レンタンと目が合いたい。目はいっぱい合わせちゃおうよ。可愛くて面白いですね。え、嬉しい。可愛くておもろいって言われたら嬉しいって言ってからもう真似してるってこと。こんばんは。歌ってるレータン可愛すぎて気絶しそうだったよ。マジ？そんなやばかった？なんで気絶しなかったの？気絶してよ。私が介護しに行くからもう大丈夫だった。ちょっと裏で休もうって言って水でも飲んでって、二人っきりになってたかもしれないのに。気絶してくれたら私が助けに行って、私がお姫様抱っこしてさ、君のこと大丈夫、飲み物飲ませてあげるよって言って飲ませてあげれたのに。こんばんは。今日も可愛くてありがとう。可愛くてありがとうなんか初めて言われた。めっちゃ嬉しい。ありがとう。はるるん、あいちゅ、ありがとう。うまい。すーさん、あいちゅ、ありがとう。ハッピー。僕のプロフィーラン、うつみりの文字増えた。え、そう、めっちゃ嬉しい、マジで。なんか、前の X のね、あの、リプ編でね、有言実行したもん。え、マジ、嬉しいよ。ほんとに。マジびっくりした。有言実行だよね。やるやん私。やるやん、うつみ。
ただいま岡山へ帰宅した。お疲れ様です。私は昨日岡山から帰ってきたから逆だなゲロごめんなさいすいませんな。俺の推しメン英語できて頭良すぎるから秒で結婚したくなる。もうほんまに天才なんですよ。グローバーアイドルです。すみません。でも私のファンの方、女の子の方とか結構日本じゃない日本以外の組の方多くて、割とグローバルアイドルかもしれない。グローバルアイドル。マスク麺を食べてみた。食べてほんまにうまいよ。発音いい。ポッピングシャワーマスクメロン。うん、そうメモしといてください。私がポッピングシャワーとマスクメロンが好きって。マルタロアイチバニラアイス Thank you ストロベリーも Thank you Yummy。 暑い、なんか暑いの関係なく普通になんかアイスが食べたい味覚だった。こんばんは、やっほー。空いてすぎて朝しか眠れない。朝寝て朝寝れるんだったらいいんじゃない。もう24時間寝よう。マッスーハートありがとう、嬉しい。やっほー、ゆりちゃんハート。ついにあやぱん先生に会えるんですよ。もうめっちゃ嬉しくてメロ突き上げる。こんばんは、こんばんは、ハムハム。昨日は岡山に一緒にいたってことだね。そうかもしれんそうかもしれんね。お話し会英語でも行けますか。あのさ、英語ちょっと英語はダメだよ英語ちょっと NG で。あ、別に英語でもいいよ。でもあのさ、思い伝えたいよね。私結構日本語の方が得意だから、あのちょっとに日本語でお願いします。でもイングリッシュできたらイングリッシュで返そうと頑張ってる。イングリッシュで返してる、頑張ってる、なるべく。私はりゅうせいくん、ストロベリーアイチューありがとう。うまい、一口いる、ありがとう、嬉しい。あやっぱに会ったら高崎あや子公演第2章出てん伝えておいてください。ほんまにそれな、出てくれそうじゃない、言わんくっても。いやマジで、もうほんまに私マジ高坂綾子だって、マジであやぱんとも仲良ピッピ大親友だし、サーヤンとも仲良ピッピだし、パスリとも話すし、アイコハンとも仲いいし、もう高坂綾子ビッグラブなんすよ。なのにピエンです。メータン手料理食してみたいな。何が食べたいですか。何が食べたい。何でも作るよ私、マジ何でも作れる。なんか最近結構お菓子とか作るのにハマってて、なんかチュロス作ったりとか、ベイクドチュロス、米粉のあれ揚げてないんですよ。インスタに載せてあるやつ揚げてないんだよ。あれや、あの焼いてるからヘルシーなんですよ。米粉のベイクドチュロスとか作ったし、なんかマジで嫁いけるかも、ほんまに。嫁いけるかもしれん、天才すぎ。シャートリの新衣装かわいいのに数回しけてはもったいない。それなガチかわいいよね。なのに毎回に持っていこうかな
くん、あいちゅん、ありがとう。うまい。暑い。なんか18度の部屋、なんか18だ、クーラー18度と思えない。暑すぎて18度風速にとは思わない。暑すぎてわけわかめなんだけど、ガチで暑いこの部屋、わけわかめ、ほんまに。クーラー18度、あの風速2にしとんのにから、全然暑くて笑えん。どこに行きょんだろう、逆にこの冷たい空気は。私が一生懸命今電気代を払っているというのに、この空気はどこに行きょんだろう。いや、なんかマジ暑いんですよ。羽うま、あいちゅありがとう。はい、一口。オリンピックパリ開催、え、マジ知らんかったんやけど、詳しい。ボンジュール内海連れてって、私のこと連れてってくださいよ、お願い、お願い、連れてて。こんばんは。夏木講習、夏木講習か、あ、やば、天才かも、読めた、漢字読めた、やばい、夏木講習読めたんやけど、夏木講習中、LEGACY さん、 Thank you、 こんばんは、初見さん、 ST48 リネタンことうつみえです。もしよかったらこのルームのフォローと X と Instagram のフォローお願いします。お願いします。ちょっと急にパンツクリスとアヤパンに合ってるのかと思ってた。 No no no、 アヤパンはまだ会えません、これから会えますよ。ユミケンを売って結婚しよう。ええわよ。嘘。これからもうちょっとね、場を踏んでから。こんばんは。リネタン食べたい。ええー。いいよ。もぐもぐ。キュートアグレッシブになってる今。なんか可愛いものとか。私よくなるんですよ、可愛すぎたりとか、猫ちゃんとかの動画を見て、あとぬいぐるみとか、 この前のポメラニアンもちのガチャガチャとか見て、可愛すぎてキュートアグレッシブを起こして口の中入れたくなった。入れてないよ、でもマジで猫ちゃんとか飼ったら絶対口の中入れたくなっちゃうんですよ。可愛すぎてギュッ抱きしめたりしちゃいたくなる。可愛すぎたらキュートアグレッシブになっちゃう。キュートアグレッションだっけ、なんかそういう言葉があるんですよ。なんか可愛すぎたら、可愛すぎるゆえにギュッて抱きしめたくなったり食べたくなったりするって。メールある？え、あの一通送ったんですよ、一通公演終わった後で。また配信終わった後送ろうかなって思ったけど、もう53分か明日送りますね、まとめて。明日じゃあ送ります、今日送れなかった分。もしまだ届いてないんだったら検知かかってる可能性がある。アンバーくん、愛知ありがとう。うんうん、うまい、ありがとう。こんばんは、ソーリー、キンちゃんだよ。まいちゃんありがとう、 Thank you、 うまー、ボンジュール。もうさ、
私の一番可愛いところに気づいてるが離れないんですよ。リコチがもうずっと歌ってたんですよ。あ、違う、さあアップデートしよう。もうずっと歌ってて、リコチがめっちゃ頭から離れない。もうずっとおるんですよ、うん、そう、絶対検閲引っかかってる。なんかこの前、一昨日のメールも検閲引っかかったんですよ。なんかジブリのジブリ店に行って岡山、その画像送ったんですよ、顔なしとのツーショット。そしたら引っかかったの、引っかかったんですよ、ジブリ店との。だから辛すぎてもうめっちゃ可愛いし漏れてるのに、だからもうインスタに上げるしかないと思って。だってさ、ジブリさん載せます、その写真。辛い。巻き巻き愛知のなんかすごい盛り合わせありがとう。うまっ、大好き。欲張りだからさ、2個とか頼んじゃうんですよね、この2個選べるってなったら。ごより松行き愛知ありがとう、一口あげる。そう、絶対検閲かかってる。おのぴー愛知ありがとう。引っかかってるんですよ、意見。アンバー君、ストロベリーの愛知ありがとう、飛行機あげるありがとう。巻き巻き愛知ありがとう姉ちゃん、認知、え、かわいい。じゃあ私の目標も考えとくね。君の目標は覚えとくから、君の目標決めようじゃん。アンバー君、愛知カップありがとう、シェアしよう。はい、ありがとう。なんか前髪なんかもう、もうちょっとぺちゃんこになるよ。もうちょっとギリギリはいいんだって。なんか結構まだ隙間があるっていうか、この前切ったんですよね。ちょっと開けない。私の一番可愛いのに、私が一番可愛いのにいるの、あなたから好きと言われたなら、あの子だってやめちゃいない、前で言わないで、これ以上夢にさせないで、この切実な恥ずかしくて、一口も分けてあげなかったメロンソーダ。今日も配信始まる前にメロンソーダ聞いた。こんにちは。18度普通にキンキン。マジ？え、なんか寒くない？あったかい。もうあったかいあったかすぎた。いいよね、だってこんなにさ、なんかガンガンにつけとんねんさ、ぬくいもん部屋。おかしい。ファタンアイス、Thank you、 一口あげる。ヤミー、ありがとうございます。ニョキミルン、アイチュ、ありがとう、ありがとう。こんばんは、熱い女リネ。え、この気温も熱いし、今君の中で一番熱が上がってるってこと。もうそれでいいよ熱々、この夏俺と一緒に熱々な夏を過ごそうぜ。でも夏、この夏って言ったら夏限定になっちゃうから、これから、これから俺と熱い年中向けで進化すると熱いく過ごそうな。
か低気圧で暑いん、低気圧で頭が痛いんか、お見送りで叫びすぎて酸欠になって頭痛いんか、このツインテールで頭皮を引っ張られてる気痛いんか分からんのよな。でもお見送りから結構時間経ってるし熱く痛くない、それはもうおかしい。で低気圧でもないがん、絶対にちゃうがん、絶対違うがん、低気圧じゃないじゃん、絶対に低気圧じゃない。で雨降ってないじゃけん、雨降ってないけんな。ってことはツインテールが痛いってことなんか、もうツインテールに怒りました。私ふざけるなと、ツインテールふざけるな、キュートアグレッションだ、思い出した、キュートアグレッシブじゃない、キュートアグレッション。なんか私本当にちっちゃくてふわふわしたものが大好きなんですよ。だから猫ちゃん、子猫の背中とか見たらもうかわいいと思う、あーくーんとなっちゃうんですよ、かわいすぎて。なんか X でなんか猫ちゃん、子猫の後ろ姿のなんか猫背の姿が回ってきてもかわいすぎて、私マジで大好きの猫ちゃん。この中に猫ちゃんいますか、猫ちゃん飼いたいです。猫ちゃんいますか、この中に猫ちゃん飼いたいです。猫ちゃん挙手、NILOTICUS さん、I to strawberry near たくさん many many eyes たくさん thank you、 めっちゃ嬉しいです、 thank you yummy。 ロジッケ、ロジック愛ちゃんありがとう。意味わからん、なにこれこれ何これ何ですか、これこのポーズは何ですか。アイスありがとう。このポーズは何ですか、ありがとう。何ですかこのポーズは、アロハみたいな、ダブルアロハダブルアロハ。ねえが一番可愛い、こんにちは、嬉しい。リネメールのおかげ、おお、ミルクリネかってことは、クリーミーチョコミントのアイチューありがとう、一口あげる。ハルルンアイチューありがとう。うん、うまし勝てよ、オノピー結婚して、いいよ。こんばんは、レンタンから毎日メール届くの幸せ、嬉しい、もういっぱい送っちゃう、送信やっほー、今日は鼻でレコーになってよ、もう楽しくて元気ケンくん、チョコミントのアイツたくさんありがとう、今度私がじゃあおごってあげるね。ダブル電話、ダブル電話私電話、確かに電話にも見えるな、テレフォン。でも私はこれがアロハに見えた、ダブルアロハ。これは何のポーズなの、リナさんこんにちは、我が輩は猫である、猫猫猫ちゃんも兼任、あ、ほんまですか、あ、じゃあぜひあのどうぞうちへどうぞうちへ。インテール今日はね、
あのね、ポニーテールとツインテールの、あ、違う、ポニーテールかツインテールの気分だったんですよ。だからポニーテールをツインテールをしました。最近メンバーとあんま髪型が被らなくて、今日ツインテール一人もいないなってメイクさんに話したんですよ。そしたらなんかポニーテールと迷ってって言ったら、あ、ポニーテールもいないじゃんって言われて、え、確かにみたいな、え、確かにそれなみたいな、それなそれなってなって、確かにじゃあポニーテールもありかなと思った。でも姉ちゃんさんポニーテール好きよね。何の髪型が好きですか。はい、どうぞコメントどうぞ。でもメールとかでよく 何の髪型にしようって相談しとるんですよ。相談してるの、何の髪型がいいかなって。ねむねむにゃんこつぶやくかん、だって22時だもん。ねむねむにゃんこつぶやく、いやもうねむねむにゃんこつぶやくから、みんなまるまるにゃんこってリップ送ってね、たくさん。配信にゃんこにしようかな、ねむねむにゃんこにしよう。配信にゃんこと悩んだけど、ポスト、何にゃんこかコメントしてください。皆さんが何にゃんこか終わってから見ますでも一個見た、配信にゃんこって、なんか今日土曜日って感じがしないな、なんでなんだろう。土曜日なんで土曜日って感じがしないと思う。お疲れ様です。マルクハートありがとう。1年見れなくなった、確かに。え、なんか今までなんかねむねむにゃんこ1年誰なんかなと思って見よったんやけど、なんかいいねがさ本人にしか表示されんくなっとるやん。事件分からんよね。うん、でも逆に私もファンの人のいいね欄が見れなくなったから寂しいよ。いいね欄って結構私見るの好きだったんですよ。だけど見れなくなったからちょっと他の女の子にいいねしてるんじゃないかとかいっぱい考えたりしてて、へえこういう子がタイプなんだ見てたんだけど見れなくなったからこんばんは。ジャーキーバニラアイチューありがとう。アンバくんバニラアイチューありがとう。チョコミントありがとう。チョコミントカラー、なんか今日マネージャーさんになんか生誕 T を着てることをなんか笑われてた。なんで笑われたんだろう、めっちゃ気になる。
さこちゃんがなんで笑ってたの、なんか私の方見てずっとキラキラ笑ってたんですよ。なんかしかもパセリの生誕、生誕ってじゃなくてこれよく着てるんですけど、これ着てる時に限って私コンビニ行きがちで、だからコンビニの店員さんにこの服以外持ってないんじゃないかって思われてそうで、なんか嫌なんですよね。ケンくんハートありがとう、アイチューありがとう。なんかこの服以外持ってなさそうって思われてそうで、なんか辛い。リネタン最後のチャートリー公演青春18切符で行く。え8時間電車辛そうすぎる。え絶対大変だよ、え絶対大変。8時間電車やばいな。じゃあ8時間以上の電車のもの、うん絶対大変だよ。8時間でしょ、8時間って私の睡眠時間じゃん。もう気をつけてきてね、安全に来ることが一番だから。すみたくんバニラとチョコのダブルのアイスありがとう、こんな極上の嬉しい。お疲れ様。髪の毛一本抜けてました、いる人。私髪の毛めっちゃ抜けるんだよな、なんかお風呂とか入るがん、そしたらめっちゃお髪の毛が抜けるんよ、やばいよマジ。束できる、こうやってもうほんまに毛玉できるぐらい髪の毛抜けるんですよね、マジでやばい。私の髪の毛の特徴は細い柔らかいでも抜きやすい、でもめっちゃ毛生えてくるんですよ。おじいちゃんに似てるから。うちのおじいちゃんも髪の毛超密集しててめっちゃ髪の毛めっちゃある、だから私も抜きやすいけど、でもねこのねこんなこともうねこの高めツインとかこれなんか圧がかかる系の髪型ばっかしてるから、もうなんか頭皮がベンツになりそうで、本当にこの形になりそう、頭皮がこの分け目がこれになりそう。達郎ハートありがとう。さっきからラ行が巻き舌ののがじわる。え私ほんまですか、えじわる、えでそうかな、巻き舌かな、あんま意識しなかった、あんま意識しなかったです。ほんまですか、負けじた、あんま考えたことなかったです、やばい、ねむねむにゃんこかもしれん、今日朝起きるの早かったから眠たくなってきちゃった。おいしいよ、切ろうかなって思ったけども、もうちょっと配信したらあって思ってたらいい、思ってなかったらいいあれなんか急に涼しくなってきた、なんで今更かよ、今まで私がずっと暑い暑いって言ってきたのに今更急に涼しくなってくるってこと、このクーラー私に対してさっきから思わせぶりな態度バックしないでよ、暑いってずっと言ってるじゃん、でクーラー18度つけたのにもかかわらずずっと暑いって言ったのにもかかわらず朝から晩まで暑いって考えてるのに、さあ急に今涼しくなってこっちに風が来て、今までこっちに風なんか来たことなかっただろ、おかしいだろ。すいませんちょっとヒステリックを起こしちゃいました、ごめんなさい。いや本当に今さら涼しくなるってどういうことだよ
思わせぶりの態度しないで。うん、18度に設定してる。だって24度とか23度とかにしても全然効かなくなって、風速2でめっちゃ涼しい。でも場所によるんですよ、なんか場所によるの。あの涼しいところもあるけど私のベッドには届かないの風が。だからお風呂上がりにベッドでゴロゴロしてたら暑いんですよ。お風呂上がりでもう汗かくし、もう私毛布かぶるのが好きで毛布かぶってるんです。うん、あのねクーラーの掃除してる。クーくんハートありがとう、嬉しい。めっちゃ暑そうだった、大丈夫だった？公園の時暑いってやってて。ベニーちゃんチョコミントの愛ちゃんありがとう。はーい、ローラさん、私ローラさんのモノマネもできるんですよ。はーい、ローラだよ。そう、モノマネでローラさんのモノマネできるんですよ。はーい、ローラだよ。超急にちょっと眠たくなってきちゃった。ちょっと急に眠たくなってきちゃった。今日の公演面白かった、ポチョコ推し。もうメモしときます、私の脳内にメモしとく。もう覚えたよ、ポチャッコ推しか。私ポチャッコアンチなんだよね。なのにアバターさサムくんじゃん、なんで。ちょっと、ね、なんかこの頭皮あの引っ張られる加減といい、おやすみなさい。じゃあ私が寝てるか寝てないかゲームしよう。じゃあもし私が寝てるって思ったら寝てるってコメントしてね、もし寝てないって思ったら寝てないってコメントしてね。じゃあいきますよ、はい、3、2、1でコメントしてね。じゃあ私が寝てるか寝てないか、はい、コメントしてください、どうぞ。コメントしてね、違う、寝てる。もし当たったらなんか可愛い。じゃああと10秒後に寝てるか寝てないか言いますんで、10、9、8、7、6、5、3、2、1、カンカン、正解は寝てます。イエーイ、すごい。前回みんな当てられなかったのに寝てる、寝てますよ。正解は寝てました。なんでわかったの？もう目は開いてるけど脳みそがちょっと眠ってるって。じゃあ第2回戦ね。当てられそうね。謎企画っていうかこういうことやってるんですよ。なんか配信でみんなじゃんけんなんかしたりとか、なんか結構いろんな企画やってて、しかもふと浮かぶんですよね。じゃあ寝てるか寝てないか対決スタート。あ、はい、10秒後にコメントしてください。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、でしょうか。
内にコメントしてください。9、8、7、6、5、4、3、2、1、カンカン。正解はどっちでもないでした。どっちもない、どっちもないんですよ。寝てもないし起きてもない、異世界にいるということでこの世に存在しません。どっちでもないでした。騙された。それは天才、やった、天才だ。パステル愛知ありがとう、一口あげる。どっちでもないんですよ。まだまだ甘かったな。もう寝てるって言われてちょっと悔しかったけど、みんなまだまだ甘いってことで。じゃあ内海りねは30分になったら配信終わりますね。もしかしたら30分経ってなんか目が覚めたらもっとするかもしれない。30分経って配信もっとしてほしいっていうのはするかもしれない。みんながもっと配信してってなったらするかもしれないけど、私のこの後のルーティーン、携帯をチェックして検閲に引っかかってるか確認をする。そしてねむねみんなのねむねむにゃんこのリップを見て、みんなの今日の公演で来てくれたメンションとか見て、服を脱ぎ風呂に入り、そして上がって化粧水などを塗り、爆睡気絶部に陥ります。あ、そしてその爆睡気絶部の前にみんなのことを見て寝る。今日夢にさこちゃんが出てきた。ちょっと30分になったら飽きるって言ったんですけど、なんかみんな寝てるかもしれないから配信切っちゃおう。あら、配信切っちゃおうったらコメントが来た。配信切っちゃおうって言ったらコメントが来た。起きてるんだみんな。配信切ろうかな、配信切ろうかな。もう配信してほしいってなったら配信しようかなって思ってるけど、最近は配信を切るか切らないかは自分の意思じゃなくてファンの人の意思で決めてるの。だから配信切ろうかなって言って切らないでってコメントをぐずぐず。待って、超だるいことをしてるんです自分自身。ちょっと寝ようかな。配信絶対配信やめないで、絶対アイドルやめないでやん。絶対アイドルやめないでやん。まだ来たばっか、切らないで。ニワド、誰とニワドしたの、誰と。ちょっと寝ようかな。夢にねえちゃん出てますように、出ますように。え、出るよ、絶対出なさいよ。もう365日考えててください。寝てた。あらあらって逆に怒る。あら、ちょっともうちょっと配信切ります。やば、もうちょっと眠たくなってきたかも。
多分このまま配信したらになっちゃうので、じゃあランチやめますわね。え、本当にありがとうございました。楽しかったよ、公演もありがとう。もし寝れない人はインスタの DM とかで、りえちゃん寝れないって送っていってください。 DM じゃあ13位草刈りきさんありがとう。12位 NILOTICUS さん Thank you ありがとう。11位アンバーくんありがとう。10位東京1068さんありがとう。9位ハルルン Thank you。 8位スーさんありがとう。7位ファルコンありがとう。6位ケンくんありがとう。5位ジャーキーありがとう。4位マキマキありがとう。なんか強そうなポーズしてみた。3位ロコポコありがとう。2位タッチありがとう。そして1位がドゥーバーツルくんです。ありがとう、ありがとうございました。楽しかったです。皆さんお疲れ様でした。また配信します。楽しかった、ありがとう、お疲れ様でした。今日は公演来てくださった方ありがとうございました。配信も見てくださった方ありがとうございました。 DM 見てくださった方もありがとうございました。このルームに来てくれた人もありがとうございました。お疲れさんです。じゃあまた会いましょう。明日、今日送れなかったメール送りますね。じゃあおやすみ。もしよかったら、あ、ちょっと宣伝、このルームのフォローと X と Instagram のフォローお願いします。そして今リアルお話し会とオンラインお話し会の受付中です。ヘルシマの縁日のお話し会が今回の受付で最後になるので、もしよかったらリネの縁日来てください。あのね、浴衣もね考えたし、縁日の内容もすごく豪華なんですよ。縁日の内容っていうか、縁日のあのギフトっていうか、当たりと外れのやつがめっちゃ豪華でガチやばいので、最近りんちゃん気になるよってことは1枚でもいいから、ちょっと私に会いに来てくれたら嬉しいなとか思ったりとかしてますはい、そう、なんか船のイベントもあるし、大阪でなんかフェスもあるし、でもいっぱい豪華なことがたくさんあるので、もしよかったら来てください。私の X にね全部載ってます。じゃあおやすみなさい。じゃあさよなら、バイバーイ。